2023年、6月の2日、ワールドビジネスサテライトの方たちの続き、2位ですね。2位の方です。あと、まあ世の中のことで、だいぶはっきりと分かっていることは、その、大手人材派遣会社の人たちの本社が東京にあるんですよね。で、まあ、地方の人たちのお金をピンハネしているような形の働かせ方をしているケースが多いのと、あともう一つの問題点は、バイトルなどで見受けられるんですけども、その、こちらの方にね、その、一度登録してしまうと、まあ仕事、こんな仕事はありますよ、あんな仕事はありますよ、これを延々とコンピューターが送り続けてくるんですけども、多分ね、それらの仕事ってほとんど埋まってるでしょう。埋まってるのに延々と送りつけてくる。これ他のライブやコンサート会場の設営の仕事を今年一回しに行ってみたことがあるんですけど、まあそこも、ね、働き方は問題ありました。時間給1023円で、まあ、ポートアイランドというところが神戸市にあるんですけども、そこに神戸ワールド記念ホールというところがあって、まあ交通費に関して、1000円までしか支給しない。で時間給は1023円でしょ。で集合時間が18時からであって、19時までの間時間給がつかない、なのに集合させられる。で、まあ現場でまあ撤去作業、設営の撤去作業を行って、まあ、帰宅するんですけども、まず1時間その時間給を払わない時間を、身勝手に作ってしまっていると。本当は払わなきゃなんない。でこういうふうな形になぜなってしまったのかの部分で、まず私の方にも言い分あるんですよね。例えば Perfume とか、まあまあ、ベビーメタルに関しては、まあ、いじめ絶対ダメっていうワードを見たんでね、その主題歌名。まあ、そういう考え方なら、そうそう、うん、まあ、大手事務所に所属していてということであれば、まあ、大丈夫かなというところで、東日本大震災があった後、海外でのね、その活動っていうのを、まあ、押してみました。で海外のもともと名前の通ってある大手バンドの方たちのライブにまず出させてもらって、現地の人たちに名前を覚えてもらうと。まあただしここはね、まあその当時僕ももう音楽業界からだいぶ離れてましたんで、もうちょっとその良い歌詞と曲が作れるバンドが行くべきだったんじゃないかなだとか、まあそういうふうな部分はあるんですけども、ちょっと話がそれてきたので、人材派遣会社の方とそのなぜピンハネに動かざるを得なくなったかっていうところに一旦話戻しますね。結局東京都で大きな建物を作りすぎてるんですよ。土地代と建物代にお金をたくさん使い込んでるから、だから人格形成が崩れる。で、借金に追い込まれる。で自分がね、もし経営者になって、例えばああいうふうに僕のホームページに記載してるね、一般社団法人に関する、まあ、いろんな法律挙げてますけども、 3.11 政府へのご提案の 3.11 番だから、まあ上の方の欄ですね、ホームページ淡井圭介の歴の、今ちょっとメモしてもらったら 3.11 って、まあ頭でも分かりやすいと思うんですけども、東日本大震災と同じ日付ですから。ですので政府へのご提案のところでいろいろ申し上げてる部分、例えば猿之助さんは、まあ、ああいう風な形になってで、もしかしたら刑事訴訟になる可能性があると。で、まあ、
若干援護するところはあるとすれば、まあ、親の介護をしていたと。で、猿之助さんもその親の計画に巻き込まれてしまってるんですよね。で、もともと歌舞伎業界自体がそこまでお客さんの動員力もなかった。で、明治座も本当は一代で終わらして、その歌舞伎座に合併しておくべきであったの。だから東京都の中央区に2つも歌舞伎座を作ってしまったのが、そもそもその明治座も歌舞伎をしてるところじゃないですか。で、結局歌舞伎だけじゃお客さんが毎日埋まらないから、他の出演者とかにもそこ使ってもらって使用料払ってもらってで、どうにかこうにかだったわけじゃないですか。まあ、市川海老蔵さん、まあ、彼が、まあ、彼もフルーツラパークに20歳ぐらいの頃僕に会いに来ていろいろ話しましたね。で、まあ、そこでどういった話をしたかははっきりとは覚えてないんですけども、まあ、同い年ということもあって、そちらに 3.1 日に記載している通り、僕からのいつもの SD カードのルートで、まあ、ワンピースとのコラボを一時的に、まあ、そこは中村獅童さんのところの家系の人たちが行ったみたいなんですけども、まあ、それで一時的にはお客さんは来ましたけども、一時しのぎにしかならない。だから何が言いたいかって言ったら、土地建物その事業の縮小を早く決断するべきであったっていうことなんですよね。だから大阪にもその歌舞伎座があるみたいですけど、そこも一回建て直して新たに作ってるでしょ。だからどこがお金を供給したんですかっていうことになりますし、法律辿っていったら結局そこの関係者であった人たちに責任がある話になりますから、明治座っていう検索ワードで見ていただいたら分かるかと思うんですけども、まあ猿之助さんのお父さんたちが、まあ、その建物を作るのにあたってかなり深く関わっていると。で、それが多分計画がバブルが弾ける前なんですよ。で、これをなぜ経済関係の人たちが扱わなきゃなんないかって言ったら、もうその話に絶対行き着くんですよ。だから土地の価格を上げる、土地転がしみたいなことをしている、円高にするで、日本の為替相場が価値あるように見せかけて、実態とは伴わないような形でね。で、まあ、為替相場は円高だから、ドル換算をしたときに、世界のトップ50社の中で、日本の、まあ、一番すごかったときは、日本の各企業がベスト10の中に、半分以上は日本の企業みたいな時代もありました。1980年代、バブル弾ける寸前までの頃ね。だけども、それは数字遊びをしてるだけなんですよ。会社を大きく見せてるだけで、粉飾決算してるようなもんなんですよ。はっきり言ってしまえば。だから、それを、そういうふうなものをテレビで放送するときに、これは本当は正しい計算には物事の見え方じゃないんですよっていうことを、ね、仕事ができるアナウンサーやキャスターの人たちが言ってあげなきゃなんない。そうじゃなかったら一般人の人たちみんな感覚麻痺しますから。もう最たる例がプロ野球選手の年俸ですね。あれ見てもみんな頭おかしになってますから。総理の年収は安倍さんが2400万円ぐらいでしたから、本当はね、三冠王を二度取ったことのある落合博満さん、あの方が初めて年俸1億円を突破したとかで、一応ね、プロ野球選手側の立場になっても物言いますけども、あの人たちの場合はホテルの宿泊料とか移動費交通費をそのお金から出さなきゃならないでしょう。ある程度その総理の年収をすごい大活躍した人が超えてくるっていうのは理解してあげなかったら、その一般的な試合の、まあ、現在140数試合ぐらいですかね、それプラスクライマックスシリーズとか日本シリーズっていうことになるんですかね。で、それプラス秋季キャンプだの、まあ、オープン戦とかで、日本中飛び回って宿泊費用も
かかってくる。で、自分たちには退職金はありません、住居手当もない、まあ、いろんなことを、まあ、ボーナスとかもない、まあ、そういったことを考えた時に、で、まあ、海外への放映権料もあったしとかで、まあ、今僕は裁判所に提訴している内容の中で年俸規制をかけさせてほしいと、ちょっと数が大き、あの数字が大きすぎると、あ、まあ、海外へ名前が知れ渡ったり云々で海外で放送してもらさせてもらってで入ってくるお金とかもあるから、まあ最大で本当にものすごい活躍をした人で年俸1億5000万ぐらいでどうでしょうみたいな形にしてるんですけども、本音言わせてもらったら1億円かなですね。で、まあ、サッカー選手なんかはサッカーのスタジアム自体が国民の税金使って建ってしまったもんだから、本当は巨大な横領罪で、加減っていうものをサッカー界も分からなくなってしまって、億超えのプレイヤーがたくさん今は何十人といると、それ自体がもうすでにむちゃくちゃな話で、いや、どれだけサッカーで活躍しても総理の大変さと比べたらはっきり言いますよ、大したことありませんよ、大した努力じゃないですよ、なんですよ。あなたたち六法全書全部読み込むだけの根性ありましたかって、ないでしょって。僕は都政六法も六法全書ももう方法を全部、読み込んで、それどころか現行法規、現代日本法規一通り全部目当てをして、現行法規と現代日本法規を一本化したものを一回政府に作ってもらって、神戸市中央区の大倉山図書館に置いてもらいました。そんな努力したその司法修習生の人います？いないでしょ、そこまで努力した人。だから、まあ、何を頑張るかの話にもなってくるんですけども、そこでもね、まあ、会社の資産価値とかの話もされる方いらっしゃいますけども、仮にね、まあ、トヨタの資産価値が30兆円としましょう、超です、まあ、だったとしても、買える人なんかいませんよ、30兆円お金出して。本当にそんな人いない、いない。で、その辺のところでなんか資産価値を見たときに、それがすんなり売れるものだと勘違いする人いらっしゃるでしょう。全然話違うから、いきなり30兆円も出す人なんかいませんから、だからその辺のところでね、そんな金額を動かせる人なんかまずいない、世の中。だからまあ、池上彰さんとかの方で、まあ、池上彰のニュースそうだったかの方でとかでね、これ見て勘違いしないようにという 前向きを置きながら話しなかったら、結局海外旅行してる人の多くは若い人たちが結構いらっしゃるでしょう。で、給与の算定表があって、ほとんどの人間はその正社員雇用までありつけれたらいい方なんですよ。で、そこから弾かれると人材派遣会社行きとかになるでしょう。そうなったら、一応安倍政権の時に人材派遣業者の人も退職金出るようにとか、そういうふうな法改正はしてもらったみたいなんですけど、残念ながら今僕平成31年度の六法全書が最新の自分の、購入した六法全書なので、それ見ても載ってないと思うんですよね。で、それ以降に多分出来上がったものをその六法全書にね記載されるのがだと思うんですけど、改革をしても法律を守らない会社が多すぎるでしょ。で、IT をうまく利用して、例えば、そのイベントの設営スタッフ、ライブとかの、なんかそこだったら、応募があって、で、そこに登録する前日までに、コンピューターが返答を返してくる、最初は、その仕事を受けたまわりましたみたいな形なんだけども、結局コロナウイルスでその講演はキャンセルになりましたとか、わけのわかんない理由をつけて、だからもうそこも会社が設定自体が潔くないんですよ。本当はコロナウイルスが原因じゃないでしょって、お客さんが集まらなかったからキャンセルかけたんでしょって、主催者側からキャンセルがありましただけでいいんですよ。まあ、変な文章いっぱいつけすぎで、だから何か変にね、こう言い訳をしようとする体制が
そういう文章を生み出すんであって、だからそういうような文章を作ってる人がどういう人物かまでも、もう完全にもう理解できるんですよ。どういう人がどうしてるか。あっちこっちでこんな賃金叩きをしていたらどうなるかって言ったら、少子化になるだけ。僕みたいに真面目な人間が結婚を諦めてしまうような社会に絶対になるんです。真面目に自分の子供を立派に育て上げなきゃなんない。立派っていうのは、その世間様にね、迷惑をかけない人っていう意味でね。だからそこまでたどり着くのに、法律まで覚えるところまで、判例まで、さらにその先の判例まで覚えるところまで進まなかったら、基準が出来上がらないんですよ。法律を見ただけだったらいろんな法律がいっぱいあるから。だから日給とか歩合とかできたかで、その非合法な雇い方が発生してしまう、最低賃金を結局これ下回ってしまうでしょっていう話になるんですよ。960円です、兵庫県だったら。これは令和4年から、何月かだったか忘れましたけども、9月ぐらいだったかな、それぐらいの頃に、施行されてます。6月だったかもしれません。だから960円で考えたら1023円でしょ。で、1時間、賃金の出ない時間帯になぜか集合させられて、で、会社のレクチャーを受けるでしょ。で、はっきり言って勤務時間ですよ、それは。で、その時間に来なさいって言ってるんだから。で、労働時間が結局17時から23時30分ぐらいまでで、仕事終わって、4時間30分ほどですね。で、4900いくら振り込まれた量だから、交通費1000円から差し引くと、なんか変でしょう。ね、3900いくらだったら計算合わないでしょ。だから最低賃金を下回ってくるでしょう。さらに1時間の話を踏まえたら、これかなりのものですよ。で、働いてる人で、大阪の八尾あたりから来たとか言ってた人もいたから、その人なんて交通費、僕より多分使ってるか、僕は片道で1000円以上かかってるんですよね。往復で2500円ぐらいかな、以上かなんですね。だから、何しに行ってるか分かんない、はっきり言って。だから本当は政府が作った給与の算定表があって、それは政府の公務員の人たちは、1月の上限の交通費、一般的に交通するその交通費が会社に通う上限が2万5000円であって、それをね、一般企業も同じルールにしなきゃなんないんですよ、法改正して。それをしないから、いつまでたってもね、神戸は神戸で支店作って、大阪は大阪で質が良かったんですよ、仕事。そしたら遠方からいちいち出勤しなくていい。それと僕から音楽業界に言いたいことは、あなたたち現場の人たちにちゃんとお金回してあげなさいよっていうことなんですよ。多額の利益生み出してるはずでしょっていうところがあるから、それは粟井圭介関連のところでもいいでしょうし、会社を急拡大させてきたところでもいいでしょうし、だからそこでもう見えてきてるんですよ。音大とかの人の枠の数も減らしていかなきゃなんない。そうじゃなかったら、例えば音大が、音楽関係の大学が32ほどあって、そこの中に宝塚音楽学校は含まれていない。どちらかというと、宝塚音楽学校はそこは演劇の世界であって、宝塚の駅の近くにとんでもない大きさの劇場を作ってしまってる、土地代、建物代、あれ一体誰が出したのっていうところを逆算していくと、阪急阪神ホールディングス、もともと阪急さんが宝塚音楽学校というような形で、毎年30人までの枠で輩出してますけども、それ10年経過したら300人でしょう。20年で600人でしょう。それはそれで、5年以上働いて、法律で言うと終身雇用の契約書に話変わるじゃないですか。だけども、それ今度経営者の方からしたら、その数は無理だよ、全員正社員雇用で終身雇用って無理だよ、全員育児休暇と介護休暇与えてって、それは我々としても無理だよってなるのは目に見えてるし、
大体テレビ局だってそんなに次から次へとテレビ局に進出してくる人間来られたってどうもかしこももうパンク状態でしょ。音楽業界自体が過剰競争になりすぎてるんですよ。だから音大が32で一つの学校のクラスがね30人だったとしましょう。じゃあ1年間で全員が卒業したとしたら960人でしょ。で全員が全員テレビに出るようなタイプの人じゃなかったとします。自衛隊のその楽器を演奏するような人たちとかね、ああいう風な人たちになったとします。だとしても1年間で960人は多すぎますよ。10年で9600人ですよ。40年で見たら4万人近くですよ。そんなもの受け入れる枠なんかないない。で行き着く先はどんな形になってるかって言ったら、例えばこの間、まあ、5月下旬に神戸市で神戸祭りとか、まあ、北北祭りとか、神戸市内でいろんな祭りがね、あちらこちらで開催されたんですけども、まあ、踊ってる人たちだとか、岸和田のだんじり祭りのみこしが来たりだとか、あれら全て税金でしょう。正直言いますよ。祭りなんかなかった方がマシですよ。本当に。そうじゃなかったら、消費税上がりっぱなしになるから、で、代わりに今、財源確保として少子化対策とかね、その辺はしっかりしなきゃならないから。で、僕が言ってるのは、法人税のアップ。まあ、それは、純利益がね、1兆円超えてるところとかね。まあ、結局、トヨタさんも、まあ、他の自動車メーカーも、電気自動車に関しては、水素自動車はどうだったかちょっともう一度確認しなきゃ分かんないんですけど、電気自動車に関しては国からの補助金がついてるでしょ。結局国からのまあ税金を回して、まあ一応方向性としてね、電気自動車に舵を切っていかなきゃなんないから国からの補助金がつく、それは理解できますし、私もその方向で物事を考えている人間であります。で、あとはね、たくさん純利益が上がったんですから国にお金を返してください。まあ、こういうふうな形なんですよ。要するに純利益が1兆円を超える会社なんかまずありませんし、まあ、そういったところがお金を持ったら、今度ビル建てたがるんですよ。それすると、エネルギーの残存量問題から考えても、結局、浪費をしてるだけで意味がないんです。仕事がどんどん少子化で減っていくのに、僕の方から中国政府の方に頼んで海外からお客さん増やしてもらっただけで、それはそれで限界ありますし、もう社会の実態がこれだけ僕の方でも把握できた段階で、エネルギーの残存量問題とかを軸にですよ。あと若い人たちも、若いうちだから正社員雇用があるだけで、そのうち肩叩きとか何か仕事を失敗してるだとか、ちょっとした失敗ですよ。それを解雇につなげられたりするのが、これが社会の現実であって、のほほんとしてられるその安心感でね、財布の紐が緩んで海外旅行に行ってしまってるのが、これが本当のことですよの放送も仕上げなかったら、日本人も勘違いしますし、韓国の方も中国の方も勘違いしてしまうと。若いうちに早く結婚して住むとこ決めて、まあ分譲マンションにしろ一戸建てにしろ、家引っ越ししなかったら家の老朽化があるでしょ。家の老朽化があるから、自分が老人になった時その家に残っていたらどうなるか、しっかりと考えた方がいいですよっていう話になるんですよ。働きに行かなきゃ引っ越し代なんか生活保護費で出てきません。働きに行かなきゃみんなならないです、最初から設定が。だからそこのところで労働の義務も本当に日本国憲法でいるかって言ったらいらないんですよ。それがあるから、企業が持ったお金なのか、銀行の窓口に行って借りたお金なのか、退職金を使ってテレビの放送を見て勘違いして飲食店とかを出店させた人なのか、とにかく美容院とかも医者もそうなんですけども、この辺りで異常なことが起きすぎてます。例えば歯医者だったら、田王寺から岡場というこのたった田舎の一区間の間に歯医者さんが10軒近くあります。本当に物事回るわけないんです。で、この間一軒解体されました、建物が。で、内科が、これも10軒近くあります。変です。正直、認知能力が落ちた老人の方たちを、本当はお医者さんの方が、
善意のある、例えば江北病院という総合病院が岡場駅の近くにあるんですけども、そのすぐ近くに済生会病院とかあって、まあ最近ではその大きな済生会病院と、まあ、神戸市、ここは北区ですぐちょっと北の方行った三田市があるんですけども、三田市の大きな総合病院と統合だとかそういうふうな話になってると。だからそこは話を落ち着けて、お互いどちらの病院もワンフロアを老人ホーム化するか看取り病院にするかのどちらかにしたらいいんですよ。結局最終的に亡くなる寸前になる頃は老人が体調悪くなりますから病院行きになるんです。で最後は病院の中で看取ってもらう形になります。それが老人ホームか病院かの違いなんですよね。だから一応老人ホームには看護師も配備してますし、注射打ったりとかね、医者もたまに見に来ますし、まあ、そういうふうな形で物事を動かしているのであってね、僕もしくじった方かもしれないですね。神戸市兵庫区の方に老人ホームを新しく作るべきだというようなことを言ってしまって、今建設中なんですよね。だからテレビの情報とかを見ていて僕もこんがらがることがあります。でもう自分の足でね歩いて街の様子を見なかったら結局はわからない。テレビのニュースを見ていてしまうと誤解する、これが現実でした。だから人口が少子化するっていうことは人の数が減っていくから病院のベッドの数も空いていくはずなんですよ、よくよく考えたら。だからそこを看取り病院とかにすればよかったっていう話なんですよ。もしくは老人ホーム、ワンフロア老人ホームにするだとか、そういうふうな対応をすればよかった。で、女性の厚生年金の受け取り平均額は10万円、一月あたり10万円だったりするのを見ると、もともと竹中平蔵さんが大臣だった頃、経済産業大臣の、2002年かその前ぐらいだった頃だと思うんですけど、要するに今から25年ぐらい前ですね。でその頃で正社員の雇用者数が2400万人台で、非正規の方たちが3700万人台で、この間そこまで行って委員会という関西の番組で武田恒康さん、まあ旧皇族武田家の武田恒康さん、まあ、父親は日本のオリンピック委員会を担当してた方なんですけども、あの人も僕とは若い頃会いに来て友達でいいよって、まあ、言ってくれた。もうこの方が一つか二つ年上なんですけども、武田恒康さんの方が、まあ、武田恒康さんは武田恒康さんでデータを集めて男性の雇用者数が3600万人台で女性の雇用者数も3600万人台って言ってたんですけども、なぜこんな数字になるかっていうと、商法とかでね10年間会社の記録を残しておかなきゃなんないでしょ。だから会社に名前の残っている人たちがたくさん存在するだけで、実態的にそこまでの仕事はないんです。それ理解してもらわなきゃなんない。で出店をされたらされたで困るんです。会社のお金にしろ何にしろ負の遺産にしかならない。そこを出店したところでよそが潰れるか、そこの事業がうまくいったとしてもね、これは飲食店であろうが医者であろうが何であれもうそうなんです。よそが泣き見るかどうかでもうあるんです、どこ行っても全部で。それを皆さん理解していますかっていうことなんですよ。理解できてないんです、多くの人たちが。まだその先ほど言った最近その建物を解体した歯医者さんの後に何か作ろうとしてますけども、そこも何か出店したとしてもどうせそこが潰れるかよそが潰れるかです。で、その向かいのところに一時的に八百屋さんが出来上がってましたけども、1年ぐらいで消滅しました。無理なものは無理なんです。なぜならスーパーマーケットの数が増えてしまってるんです。さらにそこにコンビニが出店してきてる。もうこの時点で八百屋さんとか出したら絶対無理なんです。だからそれをテレビで放送してるかっていうことなんですよ。出店するだけ、それもし、裁判所で破産法の手続きが通ったら通ったで、それはみんなの税金を使い込んで店を出してたことになるだけであって、もし破産法が通らなかったらどうなるかって言ったら、生活保護になりながら働いて返してくださいになるんです。そういう厳しい裁判もあるみたいです、どうやら。でそれは生活保護の係の窓口に見せてもらいました。
生活保護なのに控除の、枠は22万以上あると。これどういうことなんですかって聞きました。ああ、もうそれは自分で店出したりして、自分で返済していく人たちの枠だからって。普通に働いてだったら、まあ、一月10万円以上ぐらいで、あとは半年以上の、契約書をちゃんと書類、手元まで来たら、それ見せてもらったら生活保護から脱却できるけども、そうしなかったらもうこちらも怖すぎて、生活保護の脱却は認めないようにしてるよって、安心してねって、まあ、そういうふうなねことを生活保護の窓口の方に教わりました。ですから、ということは生活保護を受けながら働いて返済してる人たちが存在する。で、その状況ってどういうことかって言ったら、例えば年金関係のね、法律見たら、年金に関しては差し押さえがないみたいなこと書かれてるでしょ。これ年金受け取る側に回ったら話変わってくるんです。差し押さえられるんです。わかります？その民法の三審問以内までの請求の話がどれだけえげつないかっていうところ。それだけ社会人になって法人登録することに魅力があるかっていうところで、魅力ないよっていうことをワールドビジネスサテライトとかで教えてあげなきゃなんないんです。それだったら法人税22か3